妹よ、今日は戦車には乗らず、EU の公式フォーラムさんにて、新しくスーパーテストへの参加が決まったと発表のあった新車両、日本のティア80戦車、57式さんの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ、姉ちゃん。この子も初めて名前を聞く子だけど、ティア9さん、ティア10さん同様、ファンタジー系の子になるのかな。うむ。私もちょっと調べたんだけど、史実関連の情報は全然出てこなかったので、おそらくファンタジー系の子になっちゃうだろうね。あう。とはいえここからはゲーム内でのこの子の性能を見ていこうか。了解だよ、姉ちゃん。四砲は単発360の多分 105mm 砲で、貫通は AP225mm、APCR246mm、リロード 11.4 秒で、DPM は1895だね。AP の貫通はいい感じだけど、APCR の貫通が低いのがちょっと気になっちゃうね。だね。でも幸い次に紹介する当てやすさに関しては悪くなくて、照準時間は 2.3 秒。精度はダブルエイムメカニクスによって、リロード直後こそ精度 0.42 と悪いけど、発砲56秒になるまで徐々に精度が上昇し、最終的には精度 0.28 と高水準に、あと深くは素手8度、油圧式サスペンションでプラス4度の、合計12度となってるね。APCR の貫通の低さが気になっちゃってたけど、冷却後とはいえ精度が 0.28 もあれば弱点狙撃でカバーできそうだし、深く12度もポジショニングの自由度が高そうでいい感じだよね。だね。次に機動性に関しては、前進 35km、後進 12km、出力重量比14、車体旋回毎秒22度と、後進と旋回がちょっと物足りないけど、出力重量比はそこそこあるし、日本重戦車はオホちゃんとかも履帯の設置抵抗はいいので、旋回もあまり極端に低くはならない気がするね。設置抵抗がオホちゃん並みなら、イギリスのカナちゃんくらいは動けそうなのかな。多分だけどそのくらいだろうね。そして重戦車さんにとって一番大事だと思われる装甲に関しては、砲塔正面は 300mm と、ティア80戦車とは思えぬレベルで頑丈そうで、先に実装されてるブリッツ版でも、明確な弱点はキューポラと、一部 250mm くらいの場所がある程度、しかもキューポラは深くを使ったハルダウン中は隠せる程度のサイズのようだね。いいね、お姉ちゃん。次に車体は装甲厚こそ正面 100mm、側面 70mm と微妙なものの、正面上部は傾斜がすごくきつそうだし、側面も上部は急な傾斜、履帯裏から下部も逆ハの字の傾斜がかかってるので、こちらもなかなかの防御力になりそうだね。ハルダウン型の子だと思ったのに、車体側面まで上部そうなのはすごいよね。うむ。とはいえ正面下部は広い上に薄いようだし、豚飯も履帯裏の切り欠きや、見えないけど最後尾、スプロケットホイールの付け根部分に、9073のような車体と繋がる弱点部分があるっぽいなど、完全鉄壁とはならないようだね。それでもハルダウン型の子が、豚飯もある程度できるのはいい感じだよね。だね。それからヘルスは1500と普通、視認範囲は380となかなかだね。そしたら最後、まとめといっちゃおうか。了解だよ、姉ちゃん。低貫通気味の APCR、冷却前の微妙な精度、弱点の車体下部の広さといった欠点もあるけど、頑丈な砲塔22度の深く、ハルダウン型の子としては固めな側面、冷却後は高精度な手法と、なかなか良さそうな子な気がしちゃうね。だね。オホちゃんが完全にアレなことになっちゃってるので、この子には日本重戦車の名誉挽回と言ってもらいたいところだね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。